貧困魔教伝、ヒアッパカは山の初めによる日本の漫画短編集。1989年12月に青人堂より観光。1999年12月に同社より再販されるも、現在は絶版となっている。貧困や狂気を滑稽な表現で念入りに描いた作品を中心に上流階級の美女が下流階級の部男に領辱される。 人間ポンプ、知的障害児をテーマに扱う、清志ちゃん、現実認識の変調や、幻覚体験を題材とする、パチンコのある部屋、種樹の家、大日如来による救済についての短編、荒野のガイガー探知機、貧乏人の生態と惨劇を描いた、荒野の針金虫、不明瞭で、非現実的な生活の光景を丹念に描いた、脳心房など14編を収録。キャッチコピーは、 世に蔓延する、ヘラヘラ幸せ能天気漫画の能天に鉄槌を打ち込むこれが人生だ。ワッツ、ヒアパカ、悩める庶民たちよ、貧乏でも、下流でもない、問題児、山の位置が把握が世に問う、合言葉は、ヒアパカだ。第二次如来主樹、荒野の針金虫に登場する、貧民靴とよく似た景色、脳心房に登場する花火には、キノコ雲のコラージュが含まれている。 約七公演団地と給水棟漫画、スカットで連載された、連作短編漫画、サイケで晴れ晴れ劇場から12編、月刊漫画マロ1987年9月号に発表された、在日特殊小2連木吉ちゃん紙芝居の巻と、同志1988年12月号に発表された、脳心房の2編が収録されている。しかし団地というものは大体どこでも、 同じようなものだ。アパート、植え込み、駐車場、スーパー、給水塔、その上に取り付けられたスピーカーから流れる、夕焼け小焼けのオルゴール。私は、子供の頃、三重県、四日市の団地に住んでいたが、今窓から見える光景と少しも違わなかった。立ち話しているおばさんたちや、自転車で帰る、子供たち、こういうものも、何かしら、あらかじめ用意され、 団地に備え付けてある付属品のようだ。ずっと向こうまで並んだ胸のどこかに、かつて住んでいた室があるような気がして、ああもう帰らなくちゃと一人ごとを言った。あの頃通っていた幼稚園には、牧師の先生がいた。先生が語るところによると、神様というのはどっか、すごく高いところにいて、常に、すべての人の一挙手一投足をご覧になっておられる。そうだ。 その言葉から私がイメージした神のイメージは、給水塔であった。なぜなら、幼児だった自分にとって団地は、世界の全てであったし、その一番の高みにあって、一切を見下ろしているのは、給水塔であったからだ。あと書きより、いずれも、絶版のため入手困難この漫画単行本は、表紙に、貧困魔教伝、ヒやパカと記されているが、実際には、 ヒアパカという名称で登録されている。月刊漫画画炉九9 9 0年6月号、山の一画白金著131ページ。月刊漫画画炉九9 9 0年4月号裏、病紙。冒頭のクレジットに、キャラクターデシネシー中山とあることから、妻の猫汁が何らかの形で作品に関与していたと、見られる。そのため過本作品の一部キャラクターは、 比較的猫汁作品の造形に近いポップなデザインとなっている。作中の舞台となった脳心房という地名は千葉市緑区下大和田町に実在する地名、脳心房に由来する。単行本の書出一覧では雑誌、漫画、スカットに関しては番号が記されているのみで作品が掲載された時期は明示されていない。ありがとうございます。